皆さんこんにちは。私は NPO 法人民間稲作研究所理事長の立野博之と申します。NPO 法人民間稲作研究所は30年前から無農薬有機稲作を探求してきました団体です。そして創立者稲葉光圀さんが、稲の無除草の無農薬栽培を実現してきました。で、私たち全国の稲作農家も自らの圃場で無農薬で草取りをしない稲作を実現してきました。私たちは、この技術を全国に普及して日本の稲作を無農薬で実現したいという希望を持っています。しかしながら私たちはおのおの個人の農家ですし、みんなそれぞれ仕事を持ちながら、やっております。日本の稲作はかつては全て無農薬で行われておりました。そこに化学肥料と農薬というのを持ち込んで、すっかりその自然を壊す稲作になっています。私たちは自然の生き物をよみがえらせ、自然とともにお米作りをするという目標に向かって、歩んでいます。私たちの稲作が普及すれば日本の豊かな水田に生き物がたくさん戻り、しかも無農薬のお米が広く普及するようになると考えています。そして日本の子どもたちが無農薬のお米を食べられるように普及していきたいと考えています。そのためには、皆さんのお力が必要です。どうぞ私たち民間稲作研究所の研究とそれから、有機稲作の普及の活動に対して皆さんの、ご支援をお願い申し上げます。